石井梅蔵は日本の特農家、発明家、実業家、工芸家、株式会社、石井製作所創業者、坂田市局総伝に石井梅蔵記念館がある。1896年、石井梅蔵は石井家五代目として坂田市に生まれる。農機具の発明家、事業家で立ったまま除草ができる人力用水田、中高除草機を作り、 農民の重労働と危険を解消。人、動力兼用のフライホイル式カッターとして1928年に特許を取得。世界最初のバインダーを1958年に特許申請に登録。坂田発明協会長などを務める。1949年、もみがめに刺さり負傷。角膜移植を受けるが、1958年全盲を宣告される。 失明後、羽黒山五十島、陽明門、金閣寺、平等院法王堂、亀とウサギなどの工芸品を残している。2003年、石梅う記念館竣工。石こ製作所。http コロンスラッシュスラッシュ is i-mfg.com スラッシュ2017年2月21日閲覧。石梅う記念館。 https://www.sakata-kankou.com スポットスラッシュ301072019年8月2日閲覧会員作品発表石梅蔵記念館 h t t p w w w i a m a g a t a k e n o r g m u i 2 z g 5 z j 1 4 3 s l a s h b l o c k i d 1 4 3ア,アクティブ .action=" ルマルチテータバスビューメインディテールマルチテータバス .id="1& コ,コンテント .id="502017 年2月20日閲覧 会社案内石井製作所石井製作所2019年8月2日閲覧世界最初のバインダーを発明石井梅造省内日報 http://www.shonai-nippo.co.jp スラッシュスクエアスラッシュフィーチャースラッシュエクスプロイトスラッシュ exp222.html 2017年2月20日閲覧坂田企業情報株式会社石井製作所 http://www.st.sakata.lg.jp:/corpinfo/.html/.info/.34.html2017 年2月20日閲覧ありがとうございます。